本当剥がしたいんですよ。でも結構ずっと貼ってるからなんか剥がすのももったいないなと思って。そう、ずっとアリエルいるの。どう思いますか？本当は剥がしたいんですよね。まあそんなことはいいか、気になったら剥がします。そう、今日はね、今日は映画を2本見ました。今日は映画2本見ました。ミラベルと、ミラベルの魔法の家だっけ、の合ってる、ミラベル、ミラベルを見ました。でもね、ミラベル見るの3回目なんですよ。3回目なんですけど、そのうちの2回は移動疲れた。移動？何の移動ですか？ミラベルと魔法だらけの家を見ました。ミラベルはずっと見たくて、今日で見るの3回目なんですけど、そのうちの2回は途中最後まで見れなくて、最後までずっと見れてなかったので、1回目途中で見終わっちゃって、だから2回目この前、つい最近お姉ちゃんが家に来た時に、お姉ちゃんとママと3人で一緒に、もう2人とも見たことなかったから、じゃあちょうどいいって思って3人で一緒に見ようってなって見たんですよ。そしたらお姉ちゃんとママは最後まで見たんですけど、気づいたら寝てましたそう、気づいたら寝ちゃって、そこでも2回目最後まで見れず、しかも誰かと一緒に見たら途中でこれ寝そうだなって思った時に、一人だったら後で見ようって止められるんですけど、そう3人で見てたから、うん、他の2人は普通に見れてるわけだから、一人だけ眠くて止めるっていうのができなくて、そう寝ちゃいました。でもう今日こそは寝ないと思って3回目見たんですけど、でもやっぱ眠くて、途中でもう何回も寝そうになって巻き戻してを繰り返してましたで途中で一旦寝たんです。やっぱりこれはもう無理だと思って一旦中断して寝ました。それで目が覚めてちゃんと最後まで見ました。見れた、やっと3回目にしてやっと最後まで見れた。そしたらなんか想像してた感じと違くて、後半ちょうどね半分くらいまで、2時間の映画で1時間くらいだけ見てたんですけど、なんか想像と違ってました。面白かった、ちょっと感動系。でもディズニー映画って基本感動系ですよね、最終的には感動。そう、面白かったです。でもディズニー映画であんまり面白くなかったなって思う映画なかったな今まで。モアナは絶対に見る。モアナもう2ヶ月後か、モアナ2、1は見たことあって、だからちょうど2出るっていうことでもう楽しみ。2が出るって告知された時からもうずっと楽しみでした。ウィッシュも見ました。ウィッシュ見てもう大好きになって、あのウィッシュに出てくるスターのもうこんくらいのどでかいぬいぐるみを UFO キャッチャーで撮って、あ、ママが撮ってくれたんですけど、それをずっとリビングのソファーに置いていつもそれで寝てます。今日もずっとそのウィッシュを枕にしながら
ソファーに寝転がって映画見てました。そう、めっちゃ使えるの、でっかくてちょうど頭が収まるサイズでちょうどいいので、いつも枕にしてます。今日リビングにあるから今はないんですけど、そう、家族全員ディズニー、家族全員好きというか、お姉ちゃんもディズニー大好きで、そう、ママはもうユキがめちゃくちゃあのディズニー映画とか毎回誘って一緒に見に行こうって言って言ってくれてるのもあるし、テレビで見たりとか、ディズニーも最近はよくママと一緒に行ったりとかして、そう、もうなんか好き、自然と好きにさせてる、させてたのかな、一緒にディズニーを共有してるので。そうなの、気づいたらママも多分好きになってた。ママがあのトイストーリーのロッツが好きなんですよ、あのピンクのクマ、トイストーリーのロッツが好きで、よくロッツのグッズとか見かけたら買っていってます、ママに。そうなの、だからママの部屋にロッツのグッズがたくさん置いてあります。前髪切った3、4日前くらい。そう、オラフ大好き、オラフもね大好きです。ハロウィン行きたいね、もう今月で終わっちゃうから行きたいんですけど、あと3週間くらいしかない、いやそんなにないね、2週間くらいしかないから行きたいんですけど、もう最近結構頻繁にディズニーの混雑情報とか見るんですけど、行きたいなと思って、行ける時間があったら行きたいなと思って混雑情報を調べるんですけど、毎日混んでる。今日とか特になんかもう駅の方まで行列みたいな感じで、絶対行けないじゃんと思って毎回ちょっと諦めてます。でもさ、グッズで買いにでも行きたいからさ、混んでても行かないとって思うんだけど、そう、平日なのに混んでるらしいです。しかも学生も多いらしくて、なんでなんだろう、修学旅行の方とかが多いらしいです。学生が多いって見ましたね。あ、みつきくんありがとう。そう、学生が多いから平日とかやっぱ今関係ないのかなと思って。え、チケット売り切れてるの？それは結構だね、買えないんだ。今日映画2本見たんですけど、この配信終わった後ももう一本だけ見たいなと思って、でも最近はずっとディズニープラスで映画見てたんですけど、今日はネットフリックス見てみて、そう、ミラベルとリベンジスワップ見ました。リベンジスワップもこの前は途中まで見て、そう、今日やっと最後まで見れました。面白かった、めっちゃ面白かった。なんか女の子たちがリベン復讐し合うし合うしなんだろう、それぞれ復讐したい人がいて、その女の子たちが協力して
そのお互いの相手たちをリベンジ復讐するみたいな感じなんですけど、それで最終的になんかそういうなんかいろんな結末になるんですけど、ちょっと説明下手だけどもうそんな感じです。そんな感じ、そう面白かった。とにかくそうなの、ちょっと気になったら予告見てみてください。面白かった。あ、なんかあらすじが高校生2人組による復讐計画を、あ、それくらいの説明しかなかったそう、そんな感じなんですけど、気になったら予告見てみてください。めちゃくちゃ面白かった。なんか海外の映画って面白いですよね。いつも海外の洋画を見るんですけど、字幕派その時によるんですけど、洋画は海外の雰囲気とかが好きで、だから本当はその元々の音声英語で見たいんです、聞きたいんですけど、で見る時もあるんですけど字幕で。だけど今日は眠くて日本語吹き替えで見ました。そう眠かったから吹き替え今日は。あ、プラダを着た悪魔見たことあります。なんかそういうなんかかっこいい女の子女性みたいな映画が好きです。海外の平和なやつってよりはなんか出てくる女の子たちが強くてかっこいいみたいなのが好きで、だから海外のだからっていう海外の世界観が好きなんですよ。なので洋画をよく見ます。そう、これもそうなんですよ。リベンジスワップもそうだし、そのプラダのやつもそうだし、あとはミーンガールとか、ミーンガール好きで、好きです。トゥームレイダー、洋画ネトフリー、 あとバービーも映画館で見たんですけど、バービーも面白かったし、あとは最近これ今日気づいたらネトフリーに入ってたウォンカとチョコレート工場の始まり、あのチャーリーとチョコレート工場のができる前の話なんですよ確か。それが面白いです。それも映画館で見て、それが今日気づいたらネットフリに入ってました。ウォンカとチョコレート工場の始まり、そうだよね、チョコレート工場の。だいたいさ、なんか映画って続編みたいなの出る、続編じゃないですか、もともとある映画の続きその後みたいな感じがほとんどだと思うんですけど、これはその話ができる前の話らしくて面白かったね。なんか今日は何見よう、あとやっぱせっかくネットフリで見るってなったら洋画が見たいなってなる。
ベンズでなんか聞いたことある、聞いたことあるな。邦画も、邦画は映画館で見ることが多いかな。ネットフリで見るってなったらあんまり邦画見ようって見ないかな。ドラマは見るかも。そうだね、確かに昔の好きな映画をもう一回見るとかならあります。日本語の、日本の映画は。ラストスマイル、ラストマイルか、ラストマイル、レンズで気になる。え、怖いやつこれ。ベンズデーって怖いやつですか。日本語、日本、あ、これなんかドラマみたいな、ドラマこれ。シーズンとかいろいろある。ホラーなのかな。姉妹のやつ、なんだろう、アダムスファミリーがちょっとよく分かってないんですけど、映画館は一番後ろの席に座ります。一番後ろのど真ん中が空いてたら座ります。ハリーポッターも見たことないんですよね。イカゲーム2とかあるんだ、出るんだ。イカゲームね、1も見てないんですよ。そう、映画館はやっぱ画面が大きいから一番後ろでちょうどいいくらいかな。確かに後ろに人がいるとなんかね、いない、壁の方が落ち着く。男はつらいよ、見たことないです。タイタニックも見たことないな。コップバズです。ゾンビ映画、最近見てないです。最近やってないあんまり、映画館なら後ろがいいけどコンサートと真逆。確かにそうだね、映画館は後ろがいいけどコンサートは前の方がいいもんね。ジブリは見たいんですけど、ジブリって見れるコンテンツみたいなのなくないですか。 DVD 買うしかし、 DVD とか持ってないと見れる機会がなくて、こうやってネットフリとかにも入ってないし、ね、でも DVD 持ってるやつはトトロとポニョ、トトロとポニョと千と千尋の神隠しの3個は持ってます。ジブリその3個が特に好きな映画です。ジブリでこの前久しぶりに トトロ見たいなって思いました。トトロはもう多分一番見たことあると思う、ジブリで。
ネイル可愛いでしょ。でもそろそろ変えないといけなくなってきた。伸びてきて。でもポニョもその3個が一番決められないくらい好き。ポンポコ、ポンポコも見たことある気がする。記憶では内容は覚えてないんですけど、あとジブリかわかんないけど思い出ポロポロみたいなやつ合ってるかな。もういい思い出。合ってる。あ、合ってた。思い出ポロポロ。ポニョは小1でした。思い出ポロポロポロ。思い出ポロポロはママの世代なんですけど、多分それで見た気がする。1991年。ポロ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 か、どっちでもいいや。どっちでもいいんだけど、ジブリ、ジブリの曲ね。確かに曲もいいね。ジブリもさ、ネットフリックスみたいに見れるようになったらいいのにな。なんか一回映画館です、コロナ禍の時さ映画館で見れる時あったよね。それも行けなかった。行きたいって話してたけど行けなかったんですよね。ディズニーのディズニー映画で DVD 持ってるのはレミの美味しいレストランです。それがずっと好きで DVD も持ってます。あとはあとアリエルとかかな。今日お菓子食べ過ぎた。なんか家にいるとさずっと食べちゃうんですよね。だからもうここ最近のお休みの日はずっと食べてるし、しかもそれがお菓子で、ポテチはあまり食べないですけど、もうお菓子ずっと食べてます。だから家にいるのやめてお休みの日も予定入れようって思いました。今日やっぱ家にいる、出かけたらあんまり食べないので、そうあると食べちゃうんですよね。だから予定を入れようって思いました。好きなお菓子はポップコーンが好きです。ポップコーンが一番好き。しかもポップコーンは甘いのじゃなくてしょっぱいのが好きです。キャラメルポップコーンとかはそんなに食べなくて、しょっぱい系のやつがほとんどですね、食べるの。映画館は絶対に、だから映画館はポップコーンを食べるために東宝シネマズ、東宝に行きます。東宝のバター醤油が一番好きなので、それのために映画見るなら東宝で、それがない時は普通に塩のポップコーン食べます。そう、東宝のバター醤油が一番好きです。あとは最近小麦を気にしてるのでおせんべいにハマって、おせんべいも好きです。ポップコーンだから映画見なくてもポップコーン買いに映画館行きます。
すめのおせんべい知りたい。あのなんだろう、あの二度漬けみたいな醤油のおせんべい美味しいです。小麦をね控えてるんですよ。洋菓子より和菓子、うーん、どっちも好きです。どっちも好き。あとはチョコが大好きなのでチョコもよく食べます。ディズニーのポップコーンはガーリックシュリンプ、チーにあるガーリックシュリンプが好きです。あとはバター醤油とブラックペッパー。ご飯は和食が一番好きです。白米が好きなので。チョコアンパン、アンパンあんまり好きじゃないな。ガーリックシュリンプ美味しすぎていつも持ち帰りを買っちゃう。え、わかる。本当にそう、ディズニーから帰っても食べれるように買うよね、持ち帰りを。だからポップコーンを持ち帰るためにポップコーンバケットかレギュラーボックス入れるための持ち帰り用で持ってきます。シュリンプはエビ、エビですね。そうだから家に帰っても食べます。あとポップコーンはちょっと時間が経つとしけちゃうと思うんですけど、うん、レンチンしたら復活するんですよ。なので日が経っても食べられます。でもちょっと気をつけなきゃいけないのが、例えばディズニーのポップコーンだったら下の方レンチンしすぎると下の方が焦げちゃうので、ちょっと様子見ながらで。そうレンチンしたらしけてても復活するんですよ。なのでいつもやってます。だから持ち帰れる。うん、30-40秒とかかな。それでまあまた物足りなかったら追加してみたいな感じで。でも本当に焦げやすいから気をつけてください。あと紙でやるのも本当危ないのかな、ちょっとその辺は詳しくないんですけど。写メ撮ったよ。お、ありがとうございます。楽しみ、本当に楽しみ。写メツーショット写真会、チュロスはディズニーだったらチョコ、冬の期間に出るチョコが好きです。今日チーク何使っただろう。今日はなんかクリームタイプのチーク使ったんだけど、どこのやつか覚えてないな。写メ会一部撮ってそのままディズニー行こうと思います。え、いいなぁ、いいなぁ。でも幕張だったらさ、そういう方多いよね。一部ちょうど一部早いから行って、その後近いのかな。そっか、幕張だから近いよね。近い、そのままこの後ディズニー行きますっていう人結構多いんですよ。羨ましい。仕事終わりと仕事前、え、すごいじゃん。そんなに嬉しい。
写メ会の服装何しようって考えるの楽しい。かわいい、かりんちいつもかわいいじゃん、服いつもかわいい、服も髪の毛も。写真会ポニーテールお揃いにしようか悩み中。お揃いしよう、お揃いしようよ、みさちゃん。お揃いポニーテール絶対かわいい、お揃いしたら。サンタコス一緒にしようしようよ、お揃い。服装も決まったし、みんなでお揃いしましょう。パーカーの日とかあるから、男性の方もぜひパーカー一緒に。ツーショットかまとめ出しでも1枚しか撮れない。どうなんだろう、まとめ出ししたら一気に何枚か撮れるのかな。ポニーテールの日ありますよ。取れるんだ、まとめて取れるらしいです。パーカーはもう着るパーカー決まってるんですけど、色とかももう決まってます。そう、男性もパーカーだったらお揃いできるので、ぜひ。ずっと見てられる美顔、美顔。パップでいいのパーカー、あ、確かにグッズもあるので、グッズでもパーカーあるので、ぜひ。おすすめの入浴剤、なんだろう、あの白いやつなんですけど、白い名前忘れちゃった、白のやつ白なんかいっぱいあるか、白のやつ。あとは入浴剤じゃなくてバスソルトなんですけど、ハーリップトゥーのバスソルトもめっちゃいい匂いでおすすめです。すごいパトカー、ロフトに、あ、そう、ロフトとかによく売ってる。わかる、わか、伝わったのかな。あ、そう、 BARTH、 そう、それかな。そう、そのやつ、そのやつなんかいいって見た。よくたまに使います。バースか、バースらしいです。今日ピンクの服、ピンクのトレーナー着たから、ピンクのクッション持ってきた。展示会行く予定？何の展示会？洋服の展示会は行きます。あ、明日イーケンだ、明日イーケンです。皆さんイーケンぜひ見てください。
笑点。え、フォーエバーミニーちゃんとコラボ、え、今、え、やばい、それは見てみる。渋谷にあったよね、前までよく行ってたんだけど、一回なくなっちゃって全然見なくなったな。でも明日、一見まだ何するかわからないんですよね。そう、直前なんですよ、いつも。企画がまだわからないです。ちょうどここの、ここにフィットした、うん、ちょうどよかった、これコメント読むのに。先輩呼ぶ企画は、そうですね、なくなったというか終わったと思う。同じの持ってる。これミッキーもあるんだよね。ミッキーも薄ピンクで、薄ピンクのバージョンのミッキーもあるんですけど、これは発売してる時に買いました。1、2年前くらい。これのストラップがあるんですけど、これ風船もあって、あとはストラップも、これストラップ携帯につけてます。これの風船のストラップ、バルーンか。あ、マサさん、クマありがとうございます。イーケンは、あのイーナ研究所って調べたら出てくるサイトみたいなので見れます。そう、これもともと風船のやつなんだよね。風船のクッション寝なきゃいけないの。ゆきちゃん可愛くてまだ見てる。嬉しいけど寝てね。タグついたまま、確かに結構こういうのずっとタグついたままかも。撮った方がいいのかな。タグはなんか別に何も考えてなかった。特に撮っても別にいいんだけど、パーソナルカラーはイエベ春かな。タグ当たっていたくない。でもこれはクッションとして使わない、飾っとく用なので全然痛くないです。あ、おーさん、クマありがとうございます。ブルベかと思ってた。嘘。あ、マサさん、クマありがとうございます。ブルベ、メイクブルベ系にしてるからかな。無理やり寄せてる。でもさ、なんかここの血管が青、紫っぽかったらブルベみたいなの言うけど、結構血管は紫なんだけど、なんだろう、でもパーソナルカラーって変わったりするのかな。
やったの3年前くらいだから、診断したのが3年前くらいで、ゆうべ春だったから、変わるとかだったらもしかしたら変わってるかもしれないけど、でも結構ゆうべだと思う普通に。季節で変わる、そんなのあるんだ。そう、なんかゆうべだけど、ゆうべオレンジとかそっち系のメイクしたらもっと黄色くなっちゃう気がして、なんかオレンジアイシャドウも前まではオレンジのアイシャドウ使ったんですけど、なんかどんどんくすんでっちゃう気がして、でピンクに変えてからいい感じになってきたので、まあパーソナルカラーは気にせず、服も全然あのパーソナルカラー全然気にしないで着たい色を着てます。でもやっぱ茶色とか着ると、茶色も可愛いけどあんまり茶色は着ない。衣装も結構同じ衣装で色がいろんな色がある衣装とかの時も結構あの紫とか水色系が多いんですよ。に紫と水色系になることが多いので、もうやっぱなんそうパーソナルカラーはそんなに気にしなくてもいいかなと思います。だって水色が好きなのにイエベパーソナルカラーがイエベだとして、イエベだから水色着ないとかって絶対嫌じゃないですか。絶対水色好きだったら水色着たいし、だからそんなに気にしてないです。そう、衣装の色は多分そのメンバーのイメージというか似合いそうっていうので衣装さんが選んでくださってるんだと思います。そう、ハルコンの衣装も自分用に作っていただいたんですけど、それも紫で、そう嬉しい。衣装はやっぱ紫が一番衣装だったら好きなので、紫になるとめっちゃテンション上がります。でも逆にピンクも好きだけど、ピンクの衣装になることがなかなかないので、ピンクそうだね、いつか着てみたいなって思います。水色結構ある、水色も多いと思う。水色になること、あのミュージックデイとか去年のん去年あの去年去年出た去年の2月くらいに出たミュージックデーも水色でした。あ、そう、松本伊代さんのコラボした時のやつ。赤が少ない、でもそもそも赤の衣装がそんなに着ないもんね。ペディキュア衣装ピンク、確かに薄ピンクでしたね。ガラスのアイラブユー、ガラスのアイラブユーは衣装も可愛いし曲も好き。黒も私服では着ますよ。前まで逆にもう黒着すぎて黒ばっかりだったから、もう逆の白とかを最近は買うようにしてます。本当にもう色で迷ったら黒にしちゃってたので、今までは。洋服のコーデマジでお願いしたい。
洋服、うん、でも人にコーディネートするのは得意じゃないです。やっぱ自分が着たいってだけで選んでるので、この人に合いそうみたいなの決めるの本当に苦手です。一回イケの企画でやったんですけど、めちゃくちゃ難しかった。人に決めるのってやっぱ好みもあるから、ユキがこれを選んでその着る人があまり気に入ってなかったらどうしようってなるし、この人にこれが似合うとか自分が一番わかると思うから、人に決めるっていうのは結構難しいな。ダーリッチ似合う、本当？嬉しい。ダーリッチはよく着ます。でもかぶりやすいよね、ダーリッチってかぶりやすいから、うーん、ね、なんかかぶりそうだなって思うのはなるべく避けてます。自分では気づかない一面で見つけられる。確かに自分が普段選ばない服装とか選んでもらったらこれもいいってなるかもしれないですね。女性のブランドは オートロがいい。オートロ、ゆきちゃんのコーデとタイプ、嬉しい。なんか服褒められるの嬉しいです。嬉しい。ダーリッチメンバー人気も高いのか、うん、どうなんだろう。ゆめみんとかはよく着てるイメージがある。でもゆめみんの方がなんか服のブランドとかは、あの好きなブランドとか同じっぽいイメージがあるけど、ダーリッチとかよく着てるイメージあるから。だけど意外とメイメイが被るメイメイと服装めっちゃ被る。この前もレッスン着一緒で同じ日に着てて、お揃いですって話しかけてくれたメイメイが。そうなの、めっちゃ被るんですよね、意外だよね。あ、そう、カンさん、クマありがとう、ありがとう。初めまして、岡賀タイプです。嬉しい、ありがとうございます。インスタに載せてくれるディズニー行った時の私服位置も可愛いなと思う。やっぱディズニーは一番おしゃれして行きたいなって思ってるので、ディズニー行くときは結構ちゃんと決めてます。カチューシャとも合わせたいし、カチューシャとあと全身統一したいので、カチューシャとあとはポップコーンのやつとか全部含めて服装決めてます。ゆきちゃんの好きなブランドの服を着てシャメ買い行きたいな。ゆきが好きなブランドってレディースですよ。レディースです。インスタ載せてたピンクのあれね、ディズニーに売ってないんだよね。あれディズニーオンアイスで海外限定のミニーちゃんらしくて、日本にはピンクのミニーちゃんがいないらしくて、ディズニーオンアイスで買いました。そう、ぬいぐるみはあんまり持ってても家に溜まっていっちゃうので、なるべく買わないようにしてるんですけど、やっぱね、ぬいぐるみって
可愛いじゃないですか、やっぱり。なのでどうしても欲しくて買っちゃいます。ピンクのミニちゃんは海外限定、ちょっとレアでして、絶対買うって決めました。でもやっぱ海外のディズニーグッズ見てると、日本のディズニーのグッズってめっちゃ顔が可愛いんですよ。そう、日本のやつって可愛い、顔がちゃんと可愛いの。キティちゃんのぬいぐるみは持ってない。ぬいぐるみというかちっちゃいストラップみたいなのは持ってます。オラフもいる。オラフもいます。ポケモンのぬいぐるみはたくさん持っている男性はありですか？いいんじゃないですか。やっぱり好きなものを集めるのはいいと思います。ベレー帽好き、ベレー帽大好き。私服でよくベレー帽を着ることあるんですけど、やっぱ衣装だとベレーになることないので、いつか衣装でベレー着たいなって思ってます。なんかベレーのイメージがあんまりないらしい。だから衣装で着れない分、私服でいっぱい着たいなって思って着てます。でもやっぱ衣装で着るのがいいよね、可愛い衣装で。写真会ベレー帽の日あったっけ。ベレーの日作ってない気がする。あれあった、オンラインではした気がする。ハチワレ、チーカワのやつですか。ハチワレってチーカワ人気だよね最近。香港ディズニー多分行かないと思う。行きたかった。オンラインで、オンラインベレーにしました。あ、リップついちゃった、リップついちゃった。ここにカンさん、クマありがとう。そう、オンラインはワンショットですね。ワンショット。ハチワレ苦手そう。ハチワレ、ハチワレってどんなやつだっけ。青いやつ。じゃあ一旦ランキング読みます。13位、紅葉さんありがとう。12位、サバのみそ、サバのみそ煮缶48さんありがとう。久しぶりに見た気がする。11位、葵さんありがとう。10位、伊沢さんありがとう。9位、誠さんありがとう。8位、ターさんありがとう。7位、みんみんさんありがとう。6位、マイコルさんありがとう。5位、みつきありがとう。4位、としさんありがとう。3位、そうかんさんありがとう。2位、おおさんありがとう。そして1位はまささんありがとう。まささんありがとう。皆さんありがとうございます。ありがとう、今日もありがとう。17日目、お、17日目、やっとこれじゃん。17、やっとこれの日が来た。やっと来た17。
イエイ、17の日が来ましたね。スクショ、イエーイ。イエーイ、17。じゃこれも、ピンクだらけです。今日はありがとうございました。まだあるね、まだある。ミニーちゃん、ピンクだらけ。今日はピンクの日でした。実はね、このカーテンもピンクなんですよ。薄ピンクと濃いピンクとピンク。イエーイ、今日は17日目でした。じゃあありがとうございました。またいい件、明日いい件見てください。ありがとう、おやすみなさい。みんな今日もお疲れ様でした。おやすみ、バイバーイ。